はい、2014年から暗号通貨業界にいる私が、暗号通貨のね、代表的な有名な暗号通貨を振り返るのシリーズの今日は3回目なんですけども、3回目はね、有名な芸能人の方が紹介していた、このスピンドルという仮想通貨ですね。いや、これね、有名な芸能人の方が本名を晒してまで紹介しますみたいなことを言ってたんで、その瞬間これはダメだなと思いましたね。いや、こんなね、本名を晒したぐらいで買う買わないの判断が変わるような暗号通貨は元からね、私はもう縁がなかったと思うことにしました。で、その芸能人の方もずっと私ね、ちょっと憧れはあったんですけども、もうね、こんな安っぽいセールしてきてダメだなと思いましてね、まあ、一気に私としてもがっかりとした評価が変わったタイミングでした。ちょっと寂しかったですね。この方は誠実にファンのことを思って、腰の入ったね、本当にこうトークしかしないのかなと思ったんですけども、私の感触では目先の利益に負けて自分の負債を返すためにめちゃくちゃやったなっていう印象しかないですね。で、多分ファンの方っていうのは、まあその芸能人ね、 G さんって名付けましょうか、G さんのやったことだからもう恨みに思わないわみたいな人ばっかりだと思うんですよ。で、この問題は今回とはごっちゃにしちゃいけないんですけども、私が思うところ詐欺をしてお金を騙し取る経験ができた方っていうのはまたそれを繰り返すんですよ。あ、この方法で簡単にお金ってみんな払うんだっていうふうに考えちゃうからですよね。でもどんなに策を弄しても誰も詐欺にかかんなかったら効率が悪いからっていうんで詐欺をやめると思うんですよ。ですんで詐欺にかからない最大の防御はかからないことなんですよね。誰かが引っかかっちゃってお金を払う限りはその人は、あ、うまくいくなと、騙すそうなやつ他にいないかなって感じで探すんですよ。でも会う人会う人詐欺に引っかけても誰も引っかかんなかったら諦めますからね。まあ、詐欺するのが確かに悪いんですよ、悪いんですけども、でもやっぱり詐欺をすることによって売り上げが上がればビジネス的に捉えればね、詐欺っていう商品を売り続けるっていう売れ筋を売るのは、まあ真理だと思うんですよ。ちょっと話戻しましょうか。スピンドルの話をもう一回しますね。スピンドルは詐欺かどうかは分かりませんけども、現状スピンドルに乗っかった方は軒並み損ばかりしてるんじゃないかなという思います。でもこれは投資なんで仕方がないと思うんですよ、だけど今回ね、このスピンドルというものにセールスに関わった G さんがですね、あまりにも不誠実だとは思います。だから、まあ、G さん自体はね、お金が入ってウハウハかもしれませんけども、まあそういうふうになってしまう人の弱さかなと考えますね。まあけどね、一寸先は闇ですから、お金を投じる方も、結局詐欺だろうが何だろうか負けちゃダメだなと思いますね。で、スピンドルを見て思ったんですけども、会社員として勤めて30年40年従事するじゃないですか。それも言ってみれば詐欺に引っかかって大切な人生を棒に振るというふうに捉えることもできるんですよね。まあですんで、まあいろんな傷を負うと思いますが、詐欺にあったり騙されたりね、それも織り込み済みで私たちは決断判断しなければいけないんだろうなと思います。世の中には涼しい顔をして嘘をつく人や人を騙そうと思う人って当たり前にいるんで、それを完全に避けることはできないんですけどもね、できれば一発騙されたらもう同じような話にはね、騙されないように、やっぱり魚心に水心じゃないですけども、自分にも隙があるっていう風なのは忘れちゃいけないと思うんですよ。でもこれズルをする人とか詐欺をやってくる人を擁護するわけじゃないですよ。そこは誤解しないでほしいんですけども、やっぱりね、自分に隙があったりするから見抜けなかったりするんですよ。やっぱり見抜けるように日々頭をトレーニングしていって、そして
もう究極はね、この人に詐欺話持ってってもどうせ見抜かれるから持ってくのやめたっていうふうに思わせて、あやふやな情報が最初から来ないようにするっていうことはできると思うんですよ。まあそういうふうにして防御していくのが一番なのかなと思いますよね。うん、まあでも本当どこにね落とし穴があるのか分かりませんからね。落とし穴ってのは分からないように上に土をかぶせてあるからストーンと落ちるわけですよね。だから人生ってのはそういうもんじゃないかなと思いますね。平坦な道に見えて行ってみたらズボッと落とし穴に落ちて、気がついたら落とし穴の底にね怪我だらけで埋まっている自分を上から指さして笑うやつがいる。そして指さして笑うならまだしも、もう何もね意識せずに通り過ぎたりとか、もうあっという間走り去ったりとかして追いかけることもできないみたいなこともあるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとスピンドルとはだいぶね今日話がずれたんですけども、スピンドルのことはようわかりません。でも買わなくてよかったってのは心から思います。で、このスピンドルのプロモーションに本名を晒してね出ていた芸能人の方、私は軽蔑しますね。はい、じゃあ以上でございます。